大泉整骨院鍼灸院です。で今は何をしてますか？膝が痛い方の膝の、まあ、整体術ですけど、まあ、歩きすぎで膝の外側がこう痛くなって、まあ、炎症を起こして悪くしている状態の時の治療ですね。まあ、こちらの方はもともと膝悪くていらしている方なので、まあ元々も悪いんですが、でも今回ちょっと無理をしたみたいで、別の場所が、同じ膝の中だけど別の場所が痛くなっていた方ですね。まあそれほど今は痛いですけど、まあ、治療自体は難しくはないので、まあ、良くなると思います。